懐かしい匂いのする事件ですよね。昭和っぽい感じ、はい。前文科省局長容疑否認、対象校選定の権限ないという、あの例の医大の裏口入学の件、はい。共同通信によりますと、私大支援事業をめぐり受託収賄容疑で逮捕された文部科学省の前科学技術学術政策局長佐野太容疑者が、東京地検特捜部の調べに、当時官房長だった自分に事業の対象校選定の職務権限はなかったなどと容疑を否認していることが9日関係者への取材で分かりました。官房長は選定に直接関与できませんが、特捜部は収賄罪の構成要件である職務権限の範囲内だったと見ています。佐野容疑者が昨年春ごろ、東京医科大の前理事長、受託収賄幇助容疑で逮捕された元会社役員と3人で複数回にわたって会食していたことも判明。この場で医科大側に事業計画書の書き方を助言したことは認めている模様ですとなっておりますが、私大学の管理もずっと学長代理とか、はい、それから法人側の、まあ、いろんな役職もやってきましてね、はい、で私学のいろんなこういう経営っていうのはよく知ってるんですけども、はい、まあ、普通に行われることなんですよ。あ、裏口入学、あ、それから補助金を取るための、はい、まあ、いろんな天下りの受け入れ、あ、それでですね、これはもう絶対にいけないことなんですよ。それで、まあ、特に教育関係ですから、しかし今のように、文部省が認可権限を持っていて、で教育が文部省からの補助金なしではやっていけないという状態なんです、うん、これはもうしょうがないんです、はあ、金銭的に、はい、大学の経営、普通の我々と普通の中間的な大学はだいたい年間200億円ぐらいの予算規模でやるんですけど、はい、まあ、ほとんどが学納金っていう、うん、学生からの納付金ですね、はい、学費ですね、それから先生方の人件費、この2つの非常に固定的なね、どうにもならないような固定的な費用が、まあ、60-70% あるんですね。でそれにプラスして若干の補助金を取って、そしてやっとやっていけるんですよ、はい、もうプラスマイナスギリギリで、それが大学経営なんですね、そうすると人間がいなければいいんです。人間というものがいるから、そこに、共産主義と一緒なんですよ、要するに共産主義の主張は正しいんですよ、みんなが働いて、はい、みんなで働くのフルーツを分け合おうじゃないか。だけど結果的には何が起こるかって言ったら、独裁になって1000万人ぐらい殺されるという、そういう社会になるの。だからシステムは非常にいい、考え方もいい、だけどそこに人間が介在したら、どうしてもね、前川さんの事件もそうですけど、家計学園の事件もそうですよ、あれはもう文部省が天下りを狙って、獣医学会の、利権とくっついてる例ですね。それで、学校っていうのは金がないのに権限やもうとあるんですよ、例えば卒業させる権限からね、学生を、そしたら学生はそういうブランドがつくじゃないですか、そういうふうにもう権限の山なんですね、そこにがお金が貧乏だから、こういう事件っていうのは裏ではいくらでもあるんですね。でこれをなくすためにどうしたらいいかって言ったらね、それはやっぱりアメリカ式なんです、文部省がないってことです。まず認可っていうものがもともとないってことですね、それから大学のブランドがほとんどなくて、どこにでも行けるようにしとくと、はい、だから入学試験がまずな、入学試験をなくして、そして文部省をなくせば、こういう事件はなくなるんだけど、その共産主義と同じで、人間というのは介在するとね、いやまあ僕もね、こうずっと近くで見てきたけども、もう防ぎようがないなって感じなんですね。人間一人一人は年取った後再就職もしなきゃいけないっていう問題もある、ね、目の前にぶら下がってる金を取ろうと、まあ、ここでも一回お話しましたけど、研究費も同じでね、青虫一匹100万円っつって、はい、どうやったらそれを取るかっていうようなことでですね、先生にごまわすると、まあ、すぐなっちゃうんですね、つまり商売だったらば正しく商売して自分で額に汗かいて稼いでくるのはいいけど、大学みたいな教育機関は、とにかく全てがそういう利益とかそういうのと関係なく動いていくもんですから、はい、だから共産主義と同じような腐敗っていうのが進んでくるわけですね、ですから最近では本当に役に立つ研究とかそういうのが出てからね、それから文部省の
規制が厳しくなってから、うん、みんな世の中とかマスコミは規制を厳しくしたらいいって、今度もこれで規制が厳しくなるかもしれない。規制が厳しくなるってことは悪の温床を作るんですよ、うん、共産主義化するわけだから、あ、ね、それでまあ全く教えられない先生を随分大学引き受けてるんですよ、うん、だからもう僕ら1週間7時間ぐらいやってんのに、その人たちは1週間1時間ぐらいしかやらせられない、学生かわいそうだから教えられないし、何文部省ぐらいから来た連中なんて1時間ぐらいやって、あともうお説教したりしてるんですよ、うん、自分が偉いと思ってるから。そんなのもう学生育たないからね、僕らも心配しちゃって、まあ、先生、まあ、1時間ぐらいもしかできますかなんつってやってもらうっていうのは、そんな感じなんですね。だからやっぱり僕は基本的にはね、文部省をなくして入試なくすと、この2つをやらないとね、日本の教育っていうのはやっぱり良くならないと思います、はい、うん、僕はもう長い経験でそういうふうに思ってます、はい、須田さんいかがですか。あの今武田先生の方からね、その学校教育および入試の方からのアプローチだったんだけども、はい、僕の方はちょっとあの東京地検特捜部というか、捜査の側からのちょっとアプローチをしてみたいと思うんですけども、あの今回のこの事件というのは、はい、いくつかの不可解な点というのかな、なんでなんだろう、なんでこんなリスクを特捜部を犯しているのかなというのがいくつかあるんですよ、でそれは一体何なのかというとですね、あの大前提としてはそもそもなぜね、この佐野元局長が、これだけの、ことをしでかしたのかと、ね、どういうことかというと、これ昭和の時代だったらいざ知らず、ね、あまりにもあからさますぎないかと、ね、確かに職務権限がないとはいえ、ね、これ公務員だったら認識したらずなんですよ。官房長というのはあらゆる神羅万象に対して口を挟むと、いうことができるわけなんですね、はい、つまり役所と国会とのパイプ役だから、だからそういった点で言うと直接的な職務権限はないにせよですね、影響力を行使することはできるんです、これ1点目。そしてもう一つはあのかつてロッキード事件で田中角栄が、元総理がですね、逮捕された受託収賄罪5億円もらったという時も、じゃあ総理の職務権限って一体何なのかって言った時に、まあ、今回の官房長のようにね、ありとあらゆる神羅万象に関して職務権限があるということで、でこれで押し通して、まあ、言ってみればですね、直接的な職務権限とは言えないまで明確に総理の仕事書いてあるわけじゃないからね、法律上、とは言ってもその行政に関してはトップだから、あれ全ての、ことに関して、ね、職務権限があるということで結果的に有罪確定、ね、でまあ、確定はしなかったけども有罪というところになったわけですよね、はい、でそう考えるそのことを前提とするとやっぱりこれはやばいなというふうに普通はだったら考えるわけなんですよ、もうそういった立場にいて裏口入学、一般入試ですよ、で便宜を図ってもらったということになったら、仮に手が、後ろに回らなくても、おそらく致命的なこれスキャンダルになるはず、なぜこういったリスクを犯したのか、これは、その元局長の、なんていうかな、あまりにもずさんな対応だったのか、それとも特捜部がある意味でこう事件を組み立ててるのかなっていうね、面もないわけじゃないんですよ、ね、つまりどういうことかというと、広く見るとこれはその、ね、受託収賄ということに当たるけれども、ね、かなりこれは強引なその立件の仕方になるかもしれない、もしかすると特捜部は何か別の意図、目的があって、要するにここの入り口のところでこれを強引に走ったっていうね、その可能性が僕は高いんじゃないのかなと。そしてもう一つはですね、不可解なところって何かっていうと、どうなんですかね、やっぱり一般的に見て、一平ちゃんとか先生どう思います？よく議論として金を送る側がいるから受け取る側がいる、だから、贈賄収賄を見たときに贈賄側の罪が重いんだというね、そういう主張と、受け取る側がいるから渡す側がいるんだよと、やっぱりもらう側の方が罪が重い、どういうふうに鶏が先か卵が先かみたいなね、比較的この手の贈収賄では、送る側がいるからというね、説の方が有力なんですよ、何かこう思惑があってね、なんか便宜を買ってもらいたくて、金を渡す側がいるから、いやーと言っててももらっちゃうっていうね、やっぱりその事件というか、もうこういった問題の端緒というか、発端というのは、やっぱり送る側のある種、意図があるからだと。もちろんですよね、だと思うんですよね。ところが今回東京医科大学の学長も理事長も逮捕されてないんですよ、在宅での取り調べなんですよ、逮捕されてない、やめはしましたけども、逮捕されたのはこの局長とその、まあ、ブローカー、口利きブローカーなんですね。
でそうするとね、じゃあ果たしてね、あのその武道家の口利きがあったからといって、しかもこの局長というのは、うん、旧文部省出身じゃない、科学技術庁なんですよ、うん、はい、ね、ええというところで、じゃあその大学とそんなに頻繁にやり取りがあったのか、うん、そこも伺えない、ええ、ブローカーの口利きがあった、あるいはブローカーの役割がやっぱり必要だったと、うん、いうことなんですよね、うん、これ補助金の支給だから、補助金の支給というのは僕なんかもずっと補助金の支給このくらいの額に、うん、決める先生で、はい、まあ、3人ぐらいでやるんですよね、そこに局長クラスが来るってことはまあ普通はない、そうするとね、ここってやっぱりもう一つのね、重要な要素エッセンスが必要じゃないか、政治家ですよ、ある種の、これだけ無理くり強引なことをね、局長あるいは官房長に言うにあたっては、やっぱりそこには政治家の働きかけ、口利きっていうのはあったんじゃないのかな。で結果的に上がってくる、だからそこの展開をやっぱり特捜部は考えてんじゃないかと、政治家へのと、というのがちょっと読みなんですけどね、それが今後の展開ですね、そうですね。